明日はバトスピヒーローチャンピオンシップだ。バーストが怖いから曹操を入れなきゃ。サイゴードゴレムの大粉砕対策もしなきゃ。やれやれ、俺がバトスピヒーローチャンピオンシップで戦える最強のデッキを導き出してやろう。バトルスピリッツ、バトスピやろうぜ。 X、 やあみんな、バトスピヒーローチャンピオンシップのデッキの準備はできているかい？レベルアップガンスリンガー予選におすすめの最強のデッキを導き出してやろう。まずキースピリットは恐竜爆心ガンディノスを使え。アタック時に BP5000 以下のスピリットを破壊してワンドロー、ブロッカーを破壊しながらさらに強襲の効果で連続攻撃できる。こいつが最強だ。そしてネクサス、英雄王の神剣を使え。英雄王の神剣はガンディノスを早いターンでドローするための重要なネクサスだ。ガンスリンガー予選はスピードも重要だ。英雄王の神剣でガンディヌスを確実にドローしよう。そして攻撃と同じくらい大事な防御には絶好標準を使え。バースト発動でライフ回復、フラッシュ効果でバトルが終了した時アタックステップを終了する。絶好標準は鉄壁の守り。こいつは絶対に外せないぜ。恐竜爆心ガンディヌス、英雄王の神剣、絶好標準、この3枚のカードを有効に使いガンスリンガー予選を戦い抜け。詳しいデッキレシピはホームページを確認してくれ。これが最強の答えだ。ガンスリンガー予選を勝ち抜きヒーローを目指せ。俺も参戦するかもしれないから、バトスピヒーローチャンピオンシップぜひ来てくれよな。俺様も参戦するからぜひ来て。おお、私も会場に行くぜ。目指せ最強のカードバトラー、ジャスティス道場。これが最強の答えだ。今週の質問、北海道のザジ君12歳からの質問、橘さんが一番愛用しているスピリットは何ですか？巨竜帝カタストロフドラゴンかな。攻撃的な激突デッキを最大限に活かせるめちゃくちゃ熱いスピリットだぜ。このカードには熱き正義のロマンが詰まってるんだ。今回ジャスティス橘が紹介したデッキレシピを公開中だ。バトスピヒーローチャンピオンシップ開催中。君も応募してヒーローを目指せ。 This is my justice.